こう。こいつ動きよる。これすごく欲しかった。それじゃねえよ。お前はどうでもいいんだよ。どうも。当ててやろっか。危ねえ。当たった？もう一個の弾どこ行った？吸うぞ。よし、こっちのものにしてしまえば、とりあえずは。オッケー。うん、まだいるか。うんうん、ちょうだい。怖い怖い。オッケー。よし。当ててやるぜ。うわ、すごい抵抗すんな。よし。オッケー、やっと捨てた。時間かかった。よし。金だ。ここか。ちょちょちょ、逃げないで。この辺にいるぞ。いた。アッカン B じゃねえ。お前はここで死ぬんだよ。よーし、オッケー。ふう、テレサも順調に進めてはいるね。ある程度もうこれ次の、ん？これさ、緑になってるのってどういうこと？まあいいや、まだこっち行けんのか。おえな、おえ。よし、まだいるぞ。見えにくい。よし。二度同じ手が通用すると思ったら大間違いだぜ。だけど逃げられたら怖いな。もう早く来てくれ。うわ、捕まってた。くお、くそ、怖い。今惜しかったな。意外とモーションねえな。よし、まだいるの。やめー。おお、いてて。お、後ろのあれで見れるな。ちょっと焦って、視野が狭い。ふう、まだいんの。
助けられやがった。どんだけいいんだよ。あかん、死んでしまう。あれ、撤収、撤収させてくれ。うわ、危ねえ、死ぬかと思った。そっちか。あと一体。見えた。いや、いるいる。怖い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 。持久戦は勘弁してくれよ。オッケー。やっと終わった。ああ疲れた。ああ怖かったよ。うえ、心臓によろしくない。うわ、遺品じゃん。臭そう。まだ手汗で湿ってる。やっぱ臭いじゃん。いたよ、テレク。一難去ってまた一難じゃねえか。逃がさねえよ。よし、いいこと。三助みの関係、へえ。水は火に、火は氷に、氷は水に強い。いつか使うのかな。ああ嫌な汗かいてるよ。よし、お金だ。何に使うのかよくわからないお金だ。ふん、これ青色じゃないところは緑は全部取ったと思うんだけどね。ちょっと見てみるか。ここにも何かあるのかもしれない。むしろ逆か。うん、こここそ何もないから、さっきの部屋にはまだ何かあるよって意味かもしれない。よし、怖っ。うん、その違いをとっとと今のうちに見ておきたいんだけどね。そもそもの色が何もかも違うんだけど。うわ、2階のあそこの鍵今手に入ってんのか。さあどんどん行こうか。あの奥の絵の描いてそうな額縁に入ったあの絵も気になるんだよね。ふう、さ、手袋、うん、ちょっと匂うけど頼むぜ。はい、よろしくお願いします。どない、キングテレサ。はい、相変わらず何もわかんねえな。まあ仕方ないぜ。ここ何もないよな。お、ハート。ふう、よしよしよし。では行けるところ行くか。さあここだな。なんだあれ、怖えな。
なんもないってマジかよ。マリオ。お、やっと出てきた。よう。いや、こうすればいいって聞いたから。俺たち一緒にかくれんぼして遊ぼうぜ。一緒に遊ぼうぜ。イエーイ。じゃあ隠れるぜ。部屋の外に待ってるよ。ウェーイ。吸ったら、燃えたら、違うか。まあいいでしょう。もういいよ。早えな。まあお前ら幽霊だもんな。おい。外れ？マジかよ。あ、これで何回もやり直せってことか。ならばこれだ。はい、やったぜ。もう一人見つけろってことがここだろ。これだ。外れた。おのれ。でも君たちの居場所は完全に割れたぜ。今見ちゃったからな。ここだろ。そしてもう一体はここだろ。同じとこに隠れてくれてんだろ。あれ違うだと。ヒントくれよ。あ、そういえばそういうことか。わかった。震えた。ここだ。風も苦手なんだっけ。よし、こうだ。生かしてはおけない。おいおいおい、よし。怖い怖い。まずは片方ずつ仕留めるか。よし、生きて帰りたいから。よし、結構弱らせた。爆弾とか持つんじゃない子供が。危ないでしょうが。よし、いやー、タックルされた。よし、でその間に下の、あいででででで、置き攻めはいかんですよ。ズルって言うんだよ。置き攻めは卑怯だって。お父さんからパパーラからな、学ばなかったのか。オッケー、あとはお前だけだ。すぐに後を追わせてやるよ。あの世に送ってやるぜ。よし、あと1回。ふう、やっとこれでこの不気味な子供部屋から解放されるわけだ。それだけで私は幸せな気持ちでいっぱいだぞ。で、意外と低い位置飛んでんのかこれ。よし、ミッションコンプリート。次はどこだ。え、靴。懐かしい香り。マジかよ。テレサがいますな。テレミオです。どうも。逃がすわけねえだろうが。よしよしよし、いてててて。ほう、逃がしませんよ。よーし。ふう。
テレス以外に弱いお化けがうよいよいる。セニョール・プジーという画家のお化けが描いた絵だったはず。おお、お化けの画家か。そいつを潰せばいい。ちょっと待って、いい加減このシナリオもそろそろ終わりが来てると願いたいが、ね、よし回復。行ってない部屋がどこか分からなくなっちゃったよ。まあ順番に潰していくしかないよな。これもしかしてさ、攻略した章で色がだいたい決まってるっぽいな。ってことは今3章だから、まあともあれまずは見てもらおうか。さあ占って、残りスターだけか。結構来たよね。テレサの力。ほう、テレサの数が多いほどそれは強い力となる。あと落とし物一つ。はい、取ってくるか。それしかあるまいよ。こういうな、どこに行けばいいのかもわからん状態でふわふわ動くのすげえ苦手。上から来るぞ、気をつけろ。ここはもう明るいな。よし、マップを見てまだ行ってない場所、この下の右か。ここだ。あん？見るからに炎をつけるべきな部屋でね。お、怖いけど着いたよ。おいおいおい、いきなりはいかんでしょ、この兵法みたいなやつ。まだいる。お前ごときではもう相手にならん。やっぱこいつ兵法だよな。幽霊の兵法か。まだいる。で、やるじゃん。全然ビビってくんで、さすがに下準備がいるか。よし、あとはお前だけだ。単体なら無力だ。よし、やっと終わった。言うほど明るくならねえ。なんだここ、このいかにもな。お、この状況でこんなの見せられても困るんだが。お、月が綺麗ですね。
え、何がじゃ。おお、え、え、そういうことか。あの月を狙えって言うんだな。発射。もうちょっと角度左。ただ一回一回これずれやがる。ここで行くわ。オッケー、やっちまったぜ。うえ、なんでだよ。お化け屋敷がなんでこんなことに。あー、スター落ちてる。マリオくんとんでもないところに落としてるけど、落ちそうじゃないこれ。大丈夫、大丈夫だ。横に落ちただけでいいぞ。落ちない。なんかマリオパーティーでこんなミニゲームあったよね。あー怖い。なんとも言えない輝き、喜べや。ちょっと待て、この空間は一体何なんだ。怖いから早く出よう。怖いからね。テレサいるよ。テレサがいるってことは一応落ち着いた証拠ではあるから嬉しくはあるな。テレシャ逃がすかよ。よし、オッケー。ふう、ここは結局暗いままなんだな。よし、必要なものは取った。マップ的にも行けるところは潰した。戻りましょうか。